＆ダイコのカップルチャンネルでーす。今日の企画、ダイコにマナーは備わっているのか検証ということで、鬼のマナー講師と言われている僕のお母さんのところに今から挨拶に行きたいと思います。それじゃあ行きましょう。レッツピース。今日は結婚の挨拶ね。タッカのお母さんに会うの初めてだから緊張するわ。俺のお母さんすごい優しいからそんな緊張しなくていいよ。わかった。こんにちは。お邪魔します。何話して。だいたいあなたは誰？あのタッカとお付き合いさせていただいてます。ダイコです。ダイコさん、はい、か知らないけど、ダイコか、はい、役者か知らないけど、そのちょっと話は困るって。あ、すいません。もっと靴を近くまで持ってくる。あ、はい、すいません。話になるって。あ、すいません。すいません。はい、何しに来たのか。脱ぐ前に訪問目的をおっしゃい。上がっ、降りなさい。もう一回。あ、すいません。黙ってドア開けるな。あ、すいません。お母さん、俺の彼氏だから。ちょっと彼女ね。彼女だから。何が彼女。こんにちは。こんにちは。ご挨拶をしたら何しに来たのか言ってちょうだい。はい、前に、はじめまして、デイコと申します。はじめまして。はい、タカさんとお付き合いさせていただいているので。認めておりません。ああ、認めていただくように今回ちょっと挨拶に来ました。挨拶に来たんだったら、はい、そのドア開けた時にまず挨拶をして、上がれと言われてから上がりなさい。すいません。日本のルールがわからないような人とお付き合いなんていうのはできない。まあ、でもそこまで来ていただいたんだから一応上がってはください。 ありがとうございます。お上がりくださいますでしょうか。失礼します。よいしょ。初めから奥に行くな。はい、ぶちかまし役者。はい、すいません。どうぞ奥の方におかけになってください。はい、失礼します。行くな。日本は2回目はお断り、2回目までお断り、3回目までは、はい、3回からは上座に座ってもいいんですが、こちら上座だから、はい、初めから行くもんではない。はい、すいません。どうぞ奥の方へ。はい、泥棒か。あ、すいません。前横切って。すいません。前を失礼いたします。ブレゲー。前を失礼いたしますとか言われても、はい、前に座るのってまずは下座に座るもんや。はい、すいません。座布団の上に乗るな。飛ぶな。はい、すいません。足が痛いと思いますので、お座布団どうぞお上がりくださいますでしょうか。よし、油を吐くな。正座、はい、中が見え、足をこ、誰がローソンズから正座とんねん。何名前言ってたの。その前に、はい、それは一体何ですか。これつまらないものですが。つまらないものはいりません。ああ、すいません。何ですかこの方、パニックってるんですか。こんな方とお付き合いしてる。ちょっとどう思います。ちょっと先が考えられないですね。厳しいですね。だいぶ厳しいです。まあ、とりあえずその お土産ですか、何ですか。催促するのも変なんですけども、何してるんですか。何怖がってるんですか。いや、叱ってるわけではありませんので。あ、すいません。はい、はい、これプロテインでーす。はい、どうぞ。ありがとうございますととでも言うと思う。バカにすな、舐めてやんのか。ちょっとあなた、これ私の皮肉やかしが、お腹に肉を取りなさいというよくこんなもん持ってくるわね。信じられない。これはひどいわ。いや、そんなつもりじゃなくて。なんなんそれ、舐めてんのか。いや、普段これ私がいっぱい飲んでるんですって。美味しいのでぜひお母さんにもと思って。飲んでその程度だったら効果はないってことだ。そんなもん失礼なものを出すな。つまらない上にそんな失礼なもの出しやがって、ほんまにもうそのままあなた捨ててしまいなさい。じゃあ、ワイはちょっと飲み物取ってくるんで。あ、ごめんなさいね、申し訳ない。あなたもこんな気がつかない人だから、もうあなたにお願いするわ。まったくだ、ほんと。行ってきます。ちょっと考えた方がいいんじゃない。ピエン。何や、そのピエンって。なめんなよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、いただきます。どうぞ。ところで今ね、目を向くな。下向いてんの、もう一回。あ、美味しいですね。
通の水だよ。水に対して褒める、そんなところはいらんねん。いらんことすんな。いるところに挨拶せんと、いないところに挨拶するような人は考えられない。ところでね、はい、話は変わりますけど、この世のお時間になりましたので、はい、お食事でも一緒に召し上がっていかがでございます。ああ、ちょうど腹ペコだったんでありがたいです。アホか、遠慮せんかい。これは帰れという合図だ。ああ、どういう表情。まあおいしそう。まあ仲がいい人よね、はい、本当に。じゃあ行ってくわ。あ、お願いします。何をお願いします。やエンジョセンかい。はい、どうぞ。うわー、すっごいおいしそう。ありがとうございます。腹ペコだったの、いただきます。誰がそんな食べ方せん言うてんねん。はい、オッケー、一旦オッケー。震えてるけど大丈夫。フォークとナイフでまず切っていただいて、いくらケータリングだからといって、はい、シェフの人も心を込めて作ってくださっているので味わっていただきたいので、はい、もう一口切りに切って、はい、お口に入る程度の召し上がっていただいた方が、確かにそうです、綺麗ないただき方ができるかと思うんです。はい、やかましいようですけども。いえいえ、はい、どうぞ切ってくださいませ。はい、じゃあいただきます。肘を張るなよ、肘を。こうですか。いつまでもナイフを持つなよ、ナイフを。はい、エッジをこっちに向けるなよ。人を切るようなことをするなよ。どこに置こうね、そこ。こうだ。誰が喋ってんのに。はい、食べるな。はい、喋ってる時、OK、一旦、うん、何をソースをつけてんねん。すいません。ちょっとや。まあ食べて、はい、バイ。うん、本当にもう悲しいわね。一口食べたら二口目いくな。ところでさ、はい、大子さん、もう口の中に物を入れて、はい、どこに手を拭ってんねん。もう恥ずかしいな、もう。なんでこんな風にな。誰が飲み物飲めるとんねん。こっちは出してもないし遠慮してるんだ。飲めますか。誰が飲みかけを。あ、飲まなきゃいけないのよ。じゃあ行こっか。行きますか。うん、よし、ちょっともうちょっとだけ食べさせてもらいますね。今日は遠くから来ていただいてどうもありがとうございます。いえいえ、うちに物が入ってるようでございます。正座をしろよ、正座。いい、誰を叩いて。息子を叩くな。痛い。我が息子や。はい、すいません。触れるな、触るな、はい、叩くな。はい、どうもありがとうございます。今日は十分なおもてなしもできませんでしたが、今度お見えいただくときは、ご予約をいただきましたらちゃんと手料理を作ってですね、私がもてなしたいと存じますので、またお立ち寄り願いますでしょうか。はい、またお越しに行かさせていただきます。何のこっちか一個もわからんわい。こいつはほんまに。もう帰れ、はよ帰れ。なるほど、かい、早く早く逃げろよ。早く早く、急いで急いで急いで。ウィー、誰やねん、誰やねん、こら。もう何なのよ、タッカのお母さん、全然優しくないじゃない。ふざけんな、あのババア。なんてババアってバカにするんじゃないよ、クソババアと言え。だいたいね、私はあなたのお母さんと違います。まだ認めませんので、お母さんなんて気軽に呼ばないでちょうだい。はい、わかりました。足元お気をつけくださいですか。はい、失礼します。泥棒。